キングオブロック、ボスオブザワールド。交通事故の怪我で全治6ヶ月と診断されたドラムスの半田、音楽人生の終幕とドクターから宣告を受けるも、懸命なリハビリにより奇跡の復活。今週は宇都宮ケントで行われた半田復活祭の模様をお送りします。はい、はい、昨日は、あ、昨日ね、2月6日、うん、半ちゃんの復活ライブ、はい、うん、はい、実に最高でしたね。最高だった。ありがとうございます。楽しかった。最高です。ありがとうございます。もう本当にでもね、半ちゃんより中田の方がテンション高く、高かったね、中田ね。久しぶりに、ね、なんだ、なんだったの、久しぶりにね、体調がいいライブ。体調がいい、体調がいい、体調が良かった。何それ、最近体調が悪くてしょうがない。なんか見てて楽屋からね、なんかうるさかったね。おかしかった。確かに、おかしかった。気持ちいい、新しい、新しい、はい。お客さん、もいや、栃木県、うん、すごくいい感じで、うん、すごい、うん、過去にないぐらいステージとあのライバースの中が一体感がすごかった。一体感もすごい、熱いですね、本当に、うん、いや、ドラムのとこ座って前の人たち見るともう汗びっしょりで、うん、そうそう、一生懸命手挙げてくれてんだよ、うん、そういうの見るとね、もうなんかどうしたんですか、嬉しくなっちゃうから、うん、嬉しく、まあ、復活だし、いや、ハンちゃん嬉しくなっちゃ う。だってなんかやっぱ押されるわけじゃん、最善の人って、うん、でも痛いっていう顔してんだよ、うん、だけど手は絶対上がってるみたいな、手は絶対下げねえみたいな、そういうのを見るとなんかありがとうって思った。最善あれ大丈夫、首と押されて、俺は最善じゃねえし俺客じゃねえし、どう、こんにちは、キングオブでーす。今日は2月6日ドラマーハンちゃんの復活ライブです。おい、じゃあ、いっちゃいましょう。やってやるって、おい、やっちゃいましょう。まあもう今ね、ちょっと8時になっちゃうんですけども、今から SE が流れるんで、ちょっと今日どんなライブになるか、ちょっとハンちゃんにかかってるんで、ハンちゃん任せてください。ハンちゃん、一言言うことないんかい、一言言うことないんかい、一言言いたいのかい。じいちゃんに一言、ヒゲが似合わないとか言わないでください。似合ってるよ、似合ってる、落ち着いて激しく、ドラムのハンダ君が、この首の骨折から復活して、今日久々にステージに立てるより僕にとってもすごく嬉しい、金の人たちの宝です。そんなハンちゃんにこの裏ライブ中ちょっとハンちゃんを見たんだよね、全然コーラスしてなかった。あ、確かにコーラスしてなかったね。コーラス、ハンちゃんはコーラス結構多いんだけど、出ましたよ。あ、一夜明けてちょっとあのビデオとか見たんですよ。全然してなくて、なんかこれわからない、なんかね、ってのもここも一部でしょ。なんかいや、あとでもう一個こんなあって、こういう時があって、ね、役場のおじさん太鼓叩いて
役場だったカメ役場だって役場あんなんだよ役場どっち聞いてもらうなに田舎にある役場であんなキャップかぶったおじさんだ俺らの好きな役場だよなんかもうポイントに作るんだよ作んなあかんねん VTR の流れてるのあ、多田さんとこであれ多田さんとこでせがれあれだろあの宇都宮の役所勤めてきた保田そうそうそれだそれそれになったらライブ中にそれそういうことだライブ中だからもう役場になったら本当どういうこと役場を一人で背負ってた本当栃木の役場を役場王そうだ栃木の役場を背負ってたんだよ役場王になれる、うん、役場王いらないよキングオンズから一つプレゼントがありますありがとうよっよっハンちゃんが復活したってこともあってスペシャル T シャツを限定1枚を用意しましたので欲しいですね欲しいですかぜひじゃあ こちらまで応募ください1枚ですどしどし応募ください1枚じゃあ俺が欲しいかもじゃあハンちゃんも送ってください、はい